村塾のことです、こちらの動画チャンネルですね、500名登録者500名達成させていただきました、ありがとうございます、ね、このね、適当な動画、まあ、適当っちゅうかね、まあ、僕のね YouTube チャンネルね、500人のね方が見てくれてるんだなと、ね、いうふうに思うとね、まあ、非常にこう、まあ、嬉しい反面ですね、まあ、一言一言のね、なんていうんですかね、こうまあ責任みたいな、そういったものが少しまああるのかなと。まあ YouTube は無料ですからね、責任とかそういうのないと思いますけど、ほとんどね、うん、でもね、まあ一個一個のね、まあ、言葉ですよね、それがまあちょっと責任があるかなと、ね、いう感じを受けてますね、うん、そうですね、 YouTube 動画スタートしたのはねちょうど2011年の僕は7月の4日なんですけどね、うん、スマートフォンで始めたのはね、うん、まあ、ビデオカメラでねスタートしたのは、確か2011年の4月の上旬ぐらいだと思うんですけどね、うん、大地震があってで1ヶ月後ぐらいですかね、うん、から、諦めは最大の敵であると、ね、いう10分強の動画ですね、それが一発目の動画なんですけど、そこから撮り続けてですね、今ちょうど4300本ぐらいですかね、うん、公開非公開合わせてね、公開だけだったら多分3900本ぐらいだと思うんですけどね、うん、その動画をね、コスコスと上げていきました、ね、で動画を上げていく中でね、まあ、僕の動画はね、まあ、基本的に、まあ、僕簿記講師ですからね、うん、僕の本、3級2級の本ですね、それを使ったこう説明の動画ですね、まあ、要するに講義動画ですね、うん、それをちょっと撮ろうというのがですね、一番の目的になりましたんでね、途中からね、うん、したがってね、まあそれはもう終わりましたんでね、3級2級、僕のね本買っていただければね、僕の本で授業をやってる姿をね、塾生の前でね授業やってる姿をねもう全部収録して、それを無料で YouTube 動画アップしてますからね、うん、それを見る方がね、まあ、多分大半だと思うんですけども、中にはね、その武器は別にどうでもいいと、ね、いうことでね、僕の動画にちょっと興味があってですね、まあ、いろんな目的で興味を持つでしょうけどね、興味を持ってで登録された方もね、まあ、いらっしゃると思いますね、そういった方はですね、まあ、簿記じゃなくてね、去年こういった、久慈浜海岸シリーズっていうですね、今ちょっとこれ、久慈浜海岸ってことですけどね、近所のね、海岸なんですけどね、まあ、ここにね、来て、自分が思ったこととかですね、まあ、近況とかね、そういったことを喋る動画をね、まあ、結構撮ってるんですけど、もうそうですね、4300本中、まあ、余裕で1000本は超えてるでしょうね。うん、1000本はこういった調子のね動画を撮ってるでしょうね、うん、だからね、なんでそろそろねちょっと久慈浜海岸大使の話が来んのかなみたいなねそんな、ね、感じも思うぐらいのね、レベルでねちょっと久慈浜海岸の動画はね多分僕が世界一撮ってんちゃうかなと、ね、いうふうに思ってますけどね、うん、ちょっと余談ですけどね、社長塾とかね、ランチェスター系のね、武田洋一先生の教材を使った戦略社長塾っていうのをね、ちょっと僕やったりするもんですけど、そのね社長塾にいらっしゃる方はね、まあまずそうですね、半分ぐらいはこの久慈浜海岸にぜひ行ってみたいっていうね、方が多いんですよね、うん、要するに僕がいつもこうやって動画撮ってるからですけどね、うん、そういった意味でね結構この久慈浜海岸に行きたいとねいうふうに思う方が、まあ、僕の動画のおかげでね、うん、来たいという方がいますからね、結構いますからね、まあ、そろそろ久慈浜海岸大使婚かなってねいうふうに思ってるんですけどね、まあそういう冗談ですけどね、うん、というねこう、うん、適当なね、まあ、動画もね結構いっぱい撮ってるんですけどね、うん、でもまさかこんな500人とかね、登録していただけるとは、まあ、ついとも思ってませんでしたからね、うん、ね本当にありがたいですね、うん、まあ、きっかけは大地震でね、本当に商売が傾きましてね、うん、あと新規ゼロでしたからね、うん、大地震の後はね線路も止まり、暇がちゃってね、なかなか来れないと、まあ、通学できないと、ね、風評被害もありましたからね、福島の原発のね、うん、だから新規はゼロ、ね、で、今いるお客さん、まあ、当時は3級と1級のね、塾生さんはいたんですけど、何人かいたんですけどね、その塾生さんからの、まあ、受講料ですよね、うん、まあ、大体100万ぐらいでしたけどね、うん、
その100万円、が、まあ、そこ尽きるのは多分半年後には作れるよと、尽きるなと、ね、いう状況でね、もう苦肉の策としてね、まあ、YouTube 戦略というのをねちょっとやったんですけどね、うん、まあ、それでね、まあ、うまい具合にね、2011年のですね、年末ぐらいにはね、まあ、うん、商売も、まあ、復活できましてね、うん、まあ、その後ね、まあ、出版させていただいたりね、初出版が2012年の僕は2月18日なんですけどね、それで初出版も、まあ、実現できましてね、Amazon 部門1位も、取れまして、ね、その後半年で5冊ね、本を書かせていただきましてね、うん、まあ、武田先生ともね、まあ、あの武田先生ご指名で財務戦略のね、コラボセミナーとかですね、そういったのもねさせていただきましたしね、うん、あとは、まあ、堺俊夫さんとかでですね、僕の経営の師匠ですけどね、堺俊夫さんとかの教えをいただきましてね、まあ、経営戦略とかもしっかりと学ばせていただいてね、うん、いろいろねこう、まあ、こうなんていうんですかね、うん、まあ、上に上がっていったっていうかね、うん、こうガーってね、ここ 2,3 年ぐらいはね、行きましたけどね、うん、でもね最近こう思うのはですね、うん、やっぱりねこう一番かっこいいのはね、うん、あの僕の中でですよ、最近思ったことですけどね、一番かっこいいのはね、こうどんなにやっぱり成功してもね、うん、こう態度を変えないというかっこよさがねっていうのがね多分一番かっこいいんじゃないかなと、人間としていうふうに、うん、これはなんか気づきが入りましたね、うん、そうですね、まあ、正直ね Amazon 部門1位取ったりとかですね、まあ、いろんな成功事例がですね、まあ、ここ 2,3 年すごくこう弓づるように起こったものですからね、僕自身もねこうどっかでこう、うん、まあ、天狗になっちゃうような部分がねあったでしょうね、うん、だからなんちゅうんすかね、こう、まあ、正直に言うとね、こうなんか Amazon 部門1位取れたからね、まあ、著者だからとかね、まあ、社長だからとかね、だからちょっと特別扱いしてほしいみたいなね、そういった気持ちが多分どっかで出てきたんでしょうね、うん、それはねここ本当に、うん、半年ぐらいですかね、うん、なんか感じましたね。でなんかこれはちょっとまずいな、やばいなとかね、まあ嫌だなとかね、こう自分で自分のこと嫌だなとか思った時期がねちょうどここ半年ぐらいだったんですけどね、それをちょっとぶっ壊してくれたね、あの気づかしてくれたというかぶっ壊してくれたね、本にね実はこう出会ったんですよ、昨日、ちょっとね、早速ねちょっと買ってきたんですけどね、まあ、そっか、その話はちょっとまた後でしましょうかね。うん、そうですね。やっぱこう、ノープランでね、喋るのはあんま良くないですかね。3本ぐらいで分けて喋った方がいいかなとかね、今ちょっと思っちゃったんですけどね。うん、500人、祝、おめでとう、ありがとうございますっていう動画とね、あとこう、いい本見つけましたよっていうね、動画とね、あとはこう、気づきがまたありましたんでね、いくつかね、うん、そのちょっと話をしようかなというふうに思ってるんですけどね、これ喋り出すと多分 3,4 時間喋ってますからずっとね、この一つの動画でね 3,4 時間喋っちゃうと思うんでね、まあちょっとこの辺で切り上げようと思いますけどね、うん、なんかラジオみたいなこともやってみたいなとも思って思っちゃいましたね、うん、こうね、うん、まあ、そうするとちょっとね、終わりにしようとは思いますけど、とりあえずこの動画はね、終わりにしようと思いますけどね。うん、今日ね、ちょっとあと2、3本ちょっと動画撮りたいなーって気分値になりましたね。うん、こう久しぶりにドカーンとね、こう、はぁ、これは俺の求める本や、みたいなね、うん、のに実は出会ったんですけどね。うん、それをね、うん、ちょっと次の動画で言いますけどね、もう言いたくしょうがなくなっちゃったんで、ね、ちょっと言いますけどね。うん、こういったね、くだらないようなね、こう、なんていうんですかね、だらだらしたようなね、ちょっと話であってもね、うん、まあ、500名様がね、まあ、登録してくれたってことは、非常にこう、ありがたいですよね。うん、この地球上にね、後藤道夫っていうね、人間が、まあ、存在してですね、その、後藤道夫に、まあ、興味を、動画としてね、興味を持ったっていう方が500人おったと、ね、いうことですからね、これは本当にありがたいですよね。本当に嬉しいなというふうに思いました。ね、
はい、ということでね、500名、登録者、ありがとうございますね。まあ、登録抹消さんができたらすぐ499とか498になっちゃいますけどね、うん、でまた増えたら500人に、ね、なったりするでしょうけどね、うん、まあそれはそれでね、まあ、よしとして、まあ、とりあえず500名達成したと、ね、いうことで一つの区切りかなというふうに思いましたんでね、動画をアップさせていただきました。これからもね、よろしくお願いしますね。まあ面白くなかったらね、契約じゃねえ、チャンネル別に登録解除してもらって全然いいですからね。うん、僕は僕の思ったようにね、うん、自分の魂にですね、と向き合ってですね、まあ、自分との対話をしてね、うん、僕は自分が正しいと、自分が面白いと思ったことをね、無制限でペラペラ喋ります動画では、無料の動画ではね、うん、有料の方ね。熟成さんの方ではね、うん、本当に、遠慮しないでね、喋りますけどね、こちら無料の動画ですからね、ちょっと遠慮してね、あんまり、こんなんですかね、過激なこともね、あんまり特に言わずにね、それはライブ、もしくは有料の、ね、動画の方で、ね、過激なやつはね、言っていこうかなというふうに、引き続きね、思っております。はい、ではね、まあ、動画を通してね、これからもね、ご縁をいただける方、ね、どうぞよろしくお願いいたします。